甲州南キャンパスにある、懐指導甲州北キャンパスにある、孫文蔵中山大学は、関東省に所在する、中華人民共和国の副部級大学である。1924年に創立された。大学の略称は中央または指数。大学は、複数の国家重点実験室も持っている。985校邸、211校庭。 総一流の聖員校として国家重点大学である。大学名は孫文の中国革命への貢献に対して敬意を払い、その後である中山を関して命名された。当初、すべての中山大学は国家主義教育に基づいて採択されました。本学のオリジナルの学生と教員は全員中国、国民党党員です。教育部直属の985校庭。 211、皇帝国家重点大学であり、60以上の学院と計を有する総合大学。中国国内においては有名な全国的大学である、社会科学、人文科学、医学、理学、計算機科学の実力が強い大学である、カナンの第一位の大学とも称される。大学評価の世界的指標である、アーウーによる、 世界大学学術ランキング2019では、101から150位である。主海キャンパス総面積は9.38平方キロメートル。公衆南キャンパスは1.17平方キロメートル。北キャンパスは0.39平方キロメートル。東キャンパスは1.13平方キロメートル。主海キャンパスは3.48平方キロメートル。 新鮮キャンパスは3.21平方キロメートル。1923年11月11日、国立関東大学開校式典開催において、孫文直筆の書による、博学、新門紳士、名弁、特攻を公訓とする。アメリカのキリスト教長老会によって1888年に設立されたミッション系の大学。文学部、理工学部、医学部、 農学部、小学部、理科研究所、社会科学研究所によって構成されていた。2001年にオベンタ、中山医科大学の前身は1866年に設立された、広澄医学堂。広澄医学堂関東行為、医学専門学校関東光科学者中山医科、大学63の学院と K がある。学院も、系も、日本の大学の学部に、 ほぼ相当する。中山大学は学院や系に相当する各単科大学の集合体として運営がなされているためである。公衆キャンパス、主会キャンパス、新鮮キャンパス大学は複数の国家重点実験室を持っている。2018年現在、今日、職員17,143人。2018年現在、全日制の学生数は5万4人。 2012年度の中華人民共和国教育部学科評価により中国国内において特に強みを持つ研究分野は以下である。軍政会学会ワールドユニバーシティランキングス2019タイムズハイヤーエデュケーションハット中山大学 3S とト0 0 0うシティ中山大学2019年4月24日閲覧教育部学位中心2012学科 国家交付 www.chinadegres.cn.2019 年9月15日閲覧。ありがとうございます。